中古の場合はゆっくりです。ダメの料理として情報を取り扱う前の準備だけのストアで。今日はレシピ本、シェフロピアのまかない長から、焼き長芋のバルサミコ酢風味に挑戦だぜ。なかなかオシャレワードが並んでいるな。期待してやろう。すごく偉そうだな。人一人の命は地球より重いからね。トヨちゃんの価値も地球以上だと思っていただこう。マジかよ。だったらオリンピックは地球何個分の価値なん。おっと、大人のジョークも粛清対象になるって、YouTube の規約に追加されたから、小粋なトークはこれぐらいにして料理を見ていくぜ。コメントは常に、Google と YouTube を称えるものでお願いします。いやだから、そういうのがダメなんだって、とにかく世界の出来事より目の前の飯だぜ。そうだそうだ。最初にカットした長芋とズッキーニの両面に焼き目をつけていくぜ。これらの野菜はまだまだ加熱の工程があるから、ここではそれっぽい焼き目をつけることだけ考えてやるぜ。そしてホワイトワインと、バルサミコ酢の気持ちで入れたワインビネガーが、これまたホワイトワインだったぜ。代わりになるの？ならないが、とりあえずワインビネガーを入れ直すぜ。そしてワインビネガーはバルサミコ酢と同じブドウ酢だが、作り方に差があるから別物だぜ。高いバルサミコ酢を買うとわかるが、全く別物だぜ。高くないのは。高くないバルサミコ酢は、別の加工によって味を見せてる感じかな。偽物かよ。そこは難しく考えず、予算や好みによって使い分ければいいと思うぜ。それで歯を弁当の中身を見ていこう。見てみます。右からカットふわふわレタス、塩コショウで炒めただけのミートボール、シェフロピアのまかない長焼き長芋のバルサミコ酢風味、的な炒め物、カットミディトマト、どっこい生きてたアップルキントン、上の段、ハッシュドポテト、最後ご飯の上に、ゆかりさんです。美味しいか、美味しかったのか。息子くんは山芋が美味しかったそうだ。さすがシェフのまかない料理だー。それでは、せーの。ビクトリー。多くの人が悲しんだ前回の厚焼き卵作り。しかし今回は失敗の原因と噂されたネギを、あえて大量に入れた。失敗か。失敗に味を占めたのか。そういう食べ物を粗末にする考えはダメだぞ。違うわね。今回はネギを前向き、いや前のめり的ポジティブで挑戦的気分だから、失敗をなくす作戦。精神の問題なのか。だからこの厚焼き卵で、このおっさんに精神的動揺による操作ミスは決してない、と思っていただこう。精神よりまず技術をだな。崩れやすいと分かっていれば、最初からより慎重にやればいいだけの話よ。視聴者さんはずっとずっと言ってきたことなのに、今さらおっさんが言ってるのなら、すごく腹が立つ。今回は時間を気にせず、じっくり挑んでいくわよ。タイマー回ってるんですけど。あ、でもここまではいい感じだな。前回はこの最後の一巻きに泣きを見たから、油断はしないわよ。確かにいつもよりかなり慎重だ。どうなんだ。少しこぼれちゃったけど、前回みたいなフィスティバルにはならなかった。まあ、大幅に改善されたってところかしら。まあ良くなったならいいかな。あと、前回よりプロ巻き髪についた気がする。発表はピクニック弁当だったか。お外で食べるようで、部活や課外活動の時なんかのお弁当です。それでは、お弁当の中身紹介。お願いします。右からネギまみれ厚焼き卵、インゲンごま和え、冷凍、牛肉と玉ねぎのマキシマム炒め、ブロッコリー、リコピンが半端ないと説明を受けた人参紅天神の煮物、ホッケの塩焼き、缶詰、最後にご飯の上にごま塩。感想はどうかな。感想は残念なことにおっさん。お。厚焼き卵はもっとネギを入れてもいいと思った、とのことでした。なんというか、おっさんは正気なのか。それは見ている視聴者さんだけが知っているわ。あやー、おはようございます。私ロンロンですある。僕は薬味の妖精っす。本日はよそ様からいただいたイカで、中華っぽい料理を作っていきますある。っぽいのか。今回はこのイカとブロッコリーを炒めるだけの、簡単なものなのでっぽいと表現させていただきましたある。イカも綺麗だし、素材の味だけでいける感じはするね。ブロッコリーは冷凍のものですが、イカのポテンシャルにこの料理を運命を託しましょうある。さてこのイカですが、漢字だとイカ、カラスを襲う族のような行動をとるとの伝説から、ついた名前とも言われています。
一方英語ではスクイッド、水鉄砲から水を発射した時の擬音語が語源と言われています。あるイカを釣った人がイカから炭の攻撃を水鉄砲みたいに食らってた映像を見たことあるから、なんとなく語源の由来には納得できるっすね。欧米でタコはキーされてもイカは食べられているので、イカの種類によって呼び名が違うようです。ある、今回はお嫁さんからのどうしてもオイスターソースを入れておいてほしいとの要望でオイスターソースを入れています。ある、ぐっと中華料理っぽくなったっすね。はい、今日は中華会なのでじゃんけんはなしっすね。それで歯を弁当の中身を教えてください。ジーダオラ、右からカットカイワレ、イカとブロッコリーの中華風炒め、大きめのプチトマト、カット桃缶、洋風もやしのナムル、上の段、チーズ春巻き、ご飯の上に。あかりさん来た？ありがとうございます。そして感想です。娘さんはもやしが美味しかったそうです。ある、意外ともやし人気あるよね。ロンロン連続が大変だったら次変わってもいいよ。ありがとうございます。元気なのでだ。今週最後はシェフロピアのまかない長からもう一つ、ミシュラン一つ星の絶品チャーハンに挑戦です。ある、おお、絶品と言い切った。今回はミシュラン一つ星レシピをチャーハンが得意なおっさんが作るという、この動画でも稀な隙のない布陣となっています。ある、フラグじゃないよね。まずは溶いた卵液を半分だけ軽く熱を通して卵液に戻します。初めて見た調理法だ。実はここ以外は特筆すべき工程がない、非常に基本にのっとったチャーハンレシピとなっています。ある、そうなんだ。調味料等の詳しいレシピはシェフロピアのまかない帳をご購入の上ご確認ください。毎度宣伝力なくて申し訳ない気がする。いえいえ、こういったものは気持ちです。ここ世界の果てからでも応援する、この善意が美しいのです。ある、そっか。どうしました？今見ている視聴者さんがありがたすぎて泣けてきた。はい、私もいつも感謝の気持ちでいっぱいです。ある、感謝もいいけどそろそろ料理の話を。チャーハンは仕上げの作業、調味料を入れて強火でとにかく水分を飛ばす工程です。ある、だんだんチャーハンっぽくなってきた。わあ、相変わらずチャーハンだけはきちんと作るな、おっさん。イタリアンパセリがなかったので大分県産パセリを乗せてみました。わざわざ県名言うんだ。おっさんが言うには大分イタリアンパセリとのことです。ある、ロンロンくん、あれ、おっさんの言っていることに全部付き合う必要はないよ。承知しました。ある、味はどうだったかな？家族全員完食で味も美味しかったとのことです。ある、良い週の終わり方だった。それでは、せーの、ビクトリー。ここまでのご視聴ありがとうございます。コメントの書き込み、チャンネルの登録、そしてマイリスの登録、高評価、いつもありがとうございます。タグ、宣伝、ツイート、商品登録、毎週にもかかわらずこちらもありがとうございます。それでは、皆さん、いってらっしゃーい。お気をつけて。300回&7年目突入感謝生放送最終回は、厚焼き卵、6月12日木曜日朝6時、お待ちしてまーす。ニンニン。